ですか。現地選手ミーティングだそうです。っていうかもうされたかもしれませんけど、優勝予想とかしました。もうそろそろ間もなく始まりますね。じゃあ間もなく始まります。まあ12時半ぐらいか。今年もあれですね、男子は男子というか砦はまあどこが勝つかわからない。わからないっすね。なんか佐賀のメンツとかすごそう。僕も佐賀ちょっとはい思いました。俺優勝候補佐賀と思ったよね。佐賀1位通過したペイ君、名前1位通過した有吉一平選手ね。有吉一平去年まあジョーヌ君がずっと先方でいてたと思うんですよ。で最後の最後で負けて、その有吉君がまあ初試合ですね、初試合でちょっとテンパるじゃないですか。で絶対エースのジョーの負けへので自分回ってきた時にめちゃくちゃいいダッツしてたんですよ。そう、有吉君うまいの。俺に勝ったこと一回もないけど、ね、出たあ、そうなんですか。そうなんですね。俺有吉君負けたことない俺だけ、はい、すごいよね。まだ西鉄平にも一回も負けてないし。じゃプレミアですか。いや違う、草試合でもですか。もう草試合も含めて。何戦しました。いや5回ぐらいし、はい、5、6回して、はい、あんまり鉄平が、はい、ダーツ売り出し中の。ああ、12、3年ぐらい。そうそうそうでもすごい、宇佐美系にも負けたことないよ俺。あ、そうですか。俺に勝ったことないっていうのいっぱいいるよ。あ、これで言っていいですか。僕松本大砲に1回も負けたことないですか。それムカつく。まあ一戦一勝ですけどね。さあ言うても試合よ。試合ですよ。高木さんも上手いですもんね。高木さんね、宮崎大分。あ、大分ね、ごめん、ちょっと違うっちゃうね。ちょっと隣ですね。ちょっと TV フィニッシュ出るけど、はい、なんかね、ちょっと波がある気がするんですけど、乗ったら立山なっちゃんは最近どうなんですかね。立山なっちゃんはね、ちょっと一回一歩水になって、それから。あ、そうですか、うん、それからちょっと。あ、確かにちょびっと最下点で、あ、ね、まだあ、ちょっと気持ち悪いですね。頑張りどこというか、ね、きついでしょうね、うん、でもなっちゃんは人気ありますよね。人気ある、人気ありますよ、ね、あ、15、あ、かわいい、投げてピン、はい、キャーみたいな。人気あるんだ。なんか人気ありますよね、うん、人気あるね、なっちゃんは。うん、あー、まぁちょっときつそうっすね。きついよね。はい、やっぱダーツきつい。はい、ああなるとやっぱちょっとダーツが楽しくなくなってきますね。今日ね、知っとった。はい、今日小崎の両親が来とった。あ、そうですか。小崎の挨拶、はい、両親から挨拶された。はいはい、年下とかじゃないですか。いや、小垣って誰ですか。小垣って言うんですか。小垣、あだ名小垣氏、あだ名なので、お父さんとお母さんとお母さん見た感じ多分35、はい、6なんです。嘘、僕より下じゃないですか。多分俺35、6とか。へえ、で多分15歳の時ぐらいの子供です。ああね、それにしたしっかりした、それにしたって言ったらあれですけど、小崎君19ぐらいですっけ。20歳、19、19歳。小垣は19。何ですか小垣って。もう小垣になってるんですね最近。小垣、小垣やろあいつ。小ガキなんですね。俺との試合の時もさ、バチバチ入れやがってさ、このガキムカつくわみたいな。まああいつなんかカリスマ性があるよね。まあまあそうですね、今後の環境次第では。いやでも親が今日来とったけん逆に安心した。ああそうですね、応援はしてるんですね、愛されて。はい、小柳くんパターン。小柳くんは最近どうなんですか。小柳ね。そういうことね。小柳、あの TVTV プロテスターじゃ
トリニダードフィールドテスター試験に、はい、最後の1本で50ブル入れて、うん、合格したのね。はいはいはい、このあれ、この粉ヤギくんね。粉ヤギ、うん、元気してんのかな、あいつですよね、あんま磨けない感じ、うん、いやいや、もうほらね、あ、やめたんですか。そうそう、あ、そうなんですね。あ、そう、あ、そうなんですね。わざわざオーディションまで受けて。粉ヤギよりはうまいと思います。まあでもただ心配なのは同じ熊本、うんうん、で19歳、はい、あ、年も一緒なんですね。あ、年は、多分粉ヤギは、21歳ぐらい、うんうん、今